にちは、ネズミハープチャンネルのみかこです。今回私のハープ部屋に新たな仲間が加わったのでご紹介させてください。じゃじゃーん。はい、この度15弦のクリスハープというものをね、購入しました。今回の動画ではこのクリスハープの紹介、付属品だったり、なんで私がこのハープを選んだのかで、実際弾いてみて買ってみての感想をお話ししたいと思います。実はこのクリスハープさんが届いてまだ 2,3 日しか経っていないです。ほんとね、届きたてほやほやの状態ですのでね、私もしっかり触れるのは今日が初めてですのでね、皆さんと一緒にこの開けたてのドキドキ感を共有できたらなと思います。クリスハープの購入を検討されている方だけでなく、他の小型ハープを購入検討されている方、あとね、ハープ買うつもりはないんだけどちょっと興味あるなって方なんかも、ぜひ最後まで見ていってください。はい、それでは早速ね、クリスハープさんのご紹介をしていきたいと思います。ハープを取り扱っている大手の楽器屋さん、銀座ね十字屋様がオリジナル商品として出したハープになります。新商品で今年2021年の8月2日ハープの日にデビューしました。私の家に届いたのが8月下旬で、まあ販売が8月2日ということで、本当にね、出来たてほやほやの商品を届けてもらいました。サイズはご覧いただいて分かる通り、とてもね小柄でですね、だいたい高さが60センチで横が30センチくらいですかね。はい、かなりね可愛らしいサイズになっています。弦数は15弦ということで、ドからドをドということで2オクターブになってますね。ドレミファソラシドドレミファソラシドズンあります。重さは持ってみたところすっごく軽くて、なんかね3キロくらいだそうです。3キロって言うとね、だいたい赤ちゃんくらいですよね。すっごい可愛らしいサイズになっています。私はですね、このホワイトのカラーを選びました。パッションホワイトというそうですね。このように3色今は発売されているそうです。私の持っているパッションホワイトの他にファンタジーブルー、ウッディというねお色もあるそうです。今後なんかね、もうちょっと色はバリエーションが増えていくって話で、もしかしたらこうピンクとか黄色とか緑とか紫なんか出てくるのかななんてちょっと楽しみなんですけど、本当はね私黄色欲しかったなって、黄色とかね緑グリーン欲しかったなって思うんですけど、ちょっとね待ちきれなかったので早速ホワイトを購入してみました。こちらのハープの購入、結構ねすぐ購入決めてしまったんですけど、ね決め手がねいくつかあるのでご紹介していきたいと思います。まず一つ目が15弦というね、かなりの手軽なところですね。と、私はグランドハープとアイリッシュハープを持っています。で、以前ねこちらのグランドハープ購入した後に作った動画でもお話ししてるんですけど、もっとね気軽に持ち運びができる小型のハープっていうものもね気になるようになりました。25弦のサウルハープとかジュノなんかもね検討をしていました。で、ありがたいことにね、ちょっとこの2つ弾く機会がありまして、ちょっと弾いてみたんですけど、25弦って結構少ないように見えて、割と大きいんですよ。以前、ハープ購入をね、悩んでる方に向けた動画でもお話ししてるんですけど、サウルハープさんは弦数が少ない、ちっちゃいから、まあ、初心者向けかなーなんて勘違いされてしまうこともあるんですけど、かなりね、弾くのは難しいですね。バランスを取るのが本当に難しいんですよ。弾きこなしてる方もたくさんいらっしゃるんですけど、私はですねちょっとこう膝の上に乗せて弾くのはちょっとグラグラしてですね、ちょっとこう弾きにくい感じがありました。で、ジュノは足を取り付けることができるので不安定さっていうのは軽減されたんですけれど、なんか足つけたら割と結構でかくて、あ、これだったら今持っているアイリッシュハープでも十分かななんて思うようになってしまったんですね。で、なんか、もっとちっちゃいハープいいなと思ってたところに、こちらの15弦のクリスハープさんがね登場したので、ちょっと気になるようになりました。で、なんといってもとても気に入っている点が、見えるでしょうか、全部の弦にですねレバーがついているんです。これは本当にハープで重要です。こちらのレバーを上げ下げすることで半音操作、
つまりね、フラットだったりナチュラルを弾きながら変えることができるんですね。これね、あのレバーがついていないハープさんの場合は、あらかじめチューニングでセットしておく。つまり曲中の半音操作ができなかったんですね。あとはこうアルファの方がね使用されているようなこうリングみたいなのがあるそうで、こうキュッとこう弦を押して一時的に半音を上げるっていうやり方もあるそうなんですけど、ちょっと不便だなって感じていたんですね。ですけどこちらはアイリッシュハープと同じようにね、全部の弦にレバーがついています。でこのレバーもね、とってもね、実際触ってみたらすっごくスムーズで上げ下げしやすいです。もう一つね、魅力に感じた点がこちらです。クリスハープさんにはですね、ストラップが付属しています。でこちらの専用のストラップをハープに取り付けることで、あの肩に担いで弾くことができるようになります。ですので立ったまま弾くことも可能ですし、ストラップが付いているという点でやはりね、こうそれぞれの皆さんの体の高さに合わせてこうやっぱり固定もね、ある程度できるので、こう楽器がね、安定するっていうのはね、ちょっとすごく私にとっては魅力の一つでしたね。そしてなんといっても可愛い、見てくださいよこのサイズ感、そしてこの色、グランドハープの華やかさとかアイリッシュハープのね、きらびやかさとはまた違ったね、この素朴な感じ、すっごく気に入りました。で、なんといってもお値段、税込み44,000円。なんかテレビショッピングみたいになっちゃいました。すごいですよね、4万円でハープが買えちゃうってちょっとね、びっくりでしたね。はい、以上のね、5つの点から私はこちらのクリスハープさんの購入を即決定しちゃいました。はい、ということでですね、後半は実際に付属してきたものをご紹介しながら弾いてみて、ちょっとね、実際感想なんかも言いながら進めてみたいと思います。付属品ですが、チューニングハンマーが入っています。あとはですね、この部分を調節する修理用のブリッジピン、ブリッジハンマーというのも付属してきました。ちょっとこれ使ったことがないので壊れないことを祈りたいのですが、ちょっと不具合があった時はね、自分で修理できるようになっているそうですね。そしてこれはありがたいです、カエルの弦、スペア弦が入っています。一応ね、15弦分入っているっていうことで心配ないですね。すっごい親切ですね。そして商品説明に書いてなかったんですけど、なんかクロスも入っていました。これ私だけかな。ピンクのクロスでね、大きさも使いやすいですね。こう終わった後のお掃除だったり、あとこう膝の上に乗せるときにね、こうクロスを乗せておくと摩擦でね、滑りにくくなるとも言われています。で、先ほども紹介した専用のベルトですね。こちらあの、私はね、パッションホワイトを選択したので白いベルトが来ました。なんかこれもね、ハープの色に合わせた色が届くそうです。ウッディはね、商品説明を見ると、なんだこれ、ネズミ色、ネズミ色が来ます。はい、そして最後にクリスハープさんと今までご紹介した小物さんたちを入れるね、収納スペースがついている専用のハープケースも付属してきました。すごいですよね。これね、すごくしっかりした構造になっていて、生地も厚くて、中はね、ちょっとクッション素材になっています。クリスハープさんを入れて、こうやって手提げでね、持ち運ぶことができるようになっています。ぱっと見街でこれ持ち歩いてる人いたら、あんまり違和感ないですよね。なんかリュックサック背負ってるみたい。あの、私の持ってるトランスポートカバー真っ赤なので、持ち歩いてるとね、結構いろんな人にね、何あれって見られるんですよ。あ、でもこれだとね、結構気軽にね、旅行だったり、通勤時なんかも持っててもね、全然違和感ないかもしれないです。ケースや弦がついて44,000円って、ちょっとこれほんとすごいと思いますね。では、早速弾いてみたいと思います。まずこの専用のベルトをつけてみたいと思います。ハープの右手側のところと支柱のところにですね、留める金具がついていますので、ここにね、ベルトを通したいと思います。じゃじゃーん、どうでしょうか。ストラップつけて肩から下げてみました。チューニングが結構ひどいので、チューニングしてからまたお会いしましょう。
今チューニングしてて気づいたんですけど、15弦なんでチューニングがめちゃめちゃ早く終わりますね。考えてみれば当たり前なんですけど、グランドハープの時は47本の弦チューニングしなきゃいけなかったので、さあ弾こうと思ってもチューニングをね確認するので結構重い腰を上げる必要があったんですけど、だからクリスハープさん15弦しかないので本当にねチューニングが楽ですね。ただちょっと今届いたばっかりっていうのもあって、ちょっと音程が定まらない感じがあるのはね、ちょっと仕方ないかなと思います。いや、やっぱり可愛いですね。ちょっと早速弾いてみますね。ですね、私の持っているアイリッシュハープと同じくナイロン弦が貼られていますね。全部ナイロン弦ですね。弦の強さ、張りの強さ、テンションはですね、やっぱりまあ小さい分こう弱い感じはありますね。なのでちょっとね、グランドとかアイリッシュとかの感覚で弾くとちょっと力加減が難しいですね。で、比較的ね優しい力でもしっかり音が鳴ってくれる印象があります。このストラップいいですね。すごいこう安心して弾けるっていうのとね、こうやっぱ安定感は結構ありますね。あ、そっか。まあ15弦しかないので基礎練やるにもね、やっぱりこうスケールの練習とかアルペジオの練習だとちょっとね両手でやるにはちょっと足りないですね。ただ結構雅メソッドはね、以前こちらの雅メソッドを解説した動画でもお話ししてるんですけど、結構一本指、こう人差し指の使い方だったり、こうひねって払うとか、アップ奏法とか払いとかね、比較的こう片手でこう、しかも単音とかで確認する基礎練が多いので、まあ雅メソッドのね、ほんと基礎とかの練習であればもう十分こと足りるかなって思います。片手とかでね、一本ずつね、丁寧に基礎練を確認したいって人には向いてるかも知れませんね。ただちょっとアルペジオのね指練習やろうと思うとね、だいぶちょっと幅が狭いですね。やっぱ音域が足りない感じがありますね。ということでね、ちょっとね遊んでみました。そうですね、やっぱり曲を弾くにはちょっと制限が多いかなって感じがあります。これは結構アレンジ力がね必要になってくるかなと思います。私ね、以前こちらの初心者でも簡単にできるアレンジっていう方法をご紹介してるんですけど、メロディーラインプラスコード単音とかでもいいかもしれませんね。もうそのぐらい音数少なく、まあシンプルな方がね、クリスハープさんには向いてるかもしれません。結構アレンジは難しいですね。とっさにこうオクターブ変えたりとか、コードを頭の中で考えて考えなきゃいけないので、ちょっと難しいですね。ですが、雅先生の方で、このクリスハープさん用の曲集を出版する予定です。まずね、それがあればね、いろんな曲のね、レパートリーもクリスハープで広がるのかなと思うので、それをね、ちょっと待ちたいと思います。実際ね、こう、クリスハープ触ってみて感想なんですけど、がっつりハープを弾きたいとか、ハープを勉強していきたいっていう人の
最初のハープにはちょっと向いていないかもしれません。ちょっとね、ハープを勉強していきたいとか、ハープでいろんな曲弾きたいって思っている人にとってはちょっと物足りなさがあるかもしれません。ですが、ハープ全然やったことないんだけど、で、楽器やったことないんだけど、ちょっと触ってみたいなとか、ちょっとハープに触れてみたいなって人、あとはこうグランドアイリッシュ、他にハープを持っていて、本当持ち運びを気軽にしたいって、こう気軽に弾ける小型ハープが欲しいっていう人にはかなりおすすめできる楽器だと思います。本当ね、何度も言うんですけど、可愛いですし、レバーもついてて、ストラップもついてて、こう実用的で、かつね、お値段はね、4万円とちょっとね、安いですし、小型ハープ購入検討されてる方のね、候補に十分入ってくる楽器なんじゃないかなと思います。あと他の楽器とのコラボはね、結構いいんじゃないかなって今感じました。例えばメロディー楽器、私ですとこうオカリナだったり、こうリコーダーがね、上手な方が身近にいますので、そういった方にメロディーをやってもらって、クリスハープさんでコードを弾く、あと歌のね、弾き語りなんかにも合いそうですね。あとは単音をメロディーで弾いて、こうピアノとかね、他の楽器に伴奏をつけてもらうっていうのもいいかもしれません。でこう手軽に持ち運べるっていうメリットが大きいですので、こういろんなところに持ち運んでね、こういろんな方とセッションするっていう楽しさが広がる楽器なのかなと感じました。あと本当にね、手軽ですし、これからいろんなカラーバリエーションも増えていくっていうことですので、今後ね、クリスハープ30奏とか、クリスハープ80奏とかあったら楽しいかもしれませんね。私も機会がありましたら、こちらのクリスハープさん持ってね、イベントとかね、他の楽器の方とコラボしてみたいと思っています。最後にですね、じゃあどうやって買えばいいのって、実際どうやって買うのっていうね、質問があるかと思ったので、私の例をご紹介します。と、私はみやびメソッドで習ってますので、みやびメソッド事務局から購入しました。みやびメソッド事務局にご連絡いただくか、銀座十字屋さんにお問い合わせいただくといいかと思います。で、どうやって来たかなんですけど、びっくり、ヤマトが運んできてくれました。すごくない？ヤマトがハープを運ぶって、ちょっと全然想像つかなかったんですけど、ハープさんぴったりサイズのね、こちらの箱に入ってきました。こちらの箱を開けると、こういった緩衝材も入っていて、その緩衝材の下にケースの中に入ったクリスハープさんが入っていました。こうマトリョーシカみたいにね、こう何重にもなってきました。先ほどからね、クリスハープさん4万4000円とお伝えしてるんですけど、これに送料がかかります。私は秋田ですので、東京から秋田の送料ということでね、だいたいね2000円くらいでしたね。送料そんなにバカ高いわけではないです。なんか楽器だからね、もっと高いのかなと思ったんですけど、意外に送料は普通の価格なので、お住まいの場所から東京までで調べてもらえばね、だいたいの想像がつくんじゃないかなって思います。それでは以上で、届きたてほやほやのクリスハープさんのご紹介でした。ちょっとアレンジだったり、弦の強さだったりね、ちょっとまだ慣れてないので、こちらのね、クリスハープさんとも仲良くなって、いつかね、皆さんにお披露目できる日が来ることを楽しみにしています。購入ね、検討している方の参考になれば嬉しいです。それではありがとうございました。